この動画は360度動画です。 VR ゴーグルを使うかスマホを動かしてお楽しみください。私たちは日本全国の VR ツアーを配信しているアルタカチャンネルです。次回の VR ツアーの行き先はかつての日本三大港の一つ門司港を散策します。チャンネル登録をしてぜひ通知を受け取ってください。愛知県渥美半島に位置する田原市、三河湾と太平洋に囲まれ釣りやサーフィンのメッカで知られています。そんな田原市ですが、1月から3月限定で見られる早春の風物詩があります。一面真っ黄色に咲き誇る菜の花畑です。この時期になると田原市のあちらこちらで菜の花畑を見ることができます。開花に合わせて渥美半島菜の花祭りも開催され、メイン会場となる伊良湖菜の花ガーデンでは菜の花ランウェイなどのフォトスポットや芝滑りが設置されて、子供から大人まで楽しめるスポットとなっています。菜の花コロッケや菜の花ジェラートなど、ここでしか食べられない珍しいグルメもたくさん味わえます。2月3月の土日祝日にはメイン会場で地元吹奏楽団の生演奏が披露されるなど、イベントも盛んに行われています。渥美半島は東西に長い半島なので、場所によっては開花の時期が少しずつ変わりますので、メイン会場のピークと少しずれていても十分楽しむことができます。あなたも田原市で足早い春の訪れを見に行きませんか？いかがでしたか？最後まで見てくれてありがとうございます。こんな感じで日本全国の VR 動画をお届けしていくので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。